北国新聞ニュースをお伝えします。歴史や文化などさまざまな分野から金沢通の度合いを認定する金沢検定が初めての土曜実施によっておととい行われ、受験した人たちがふるさと学習の成果を試しました。16回目になった金沢検定は本田の森ホールなど19の試験会場で行われました。受験者は初級、中級、上級合わせて2736人で、それぞれが4社択一のマークシート形式で出された100問を解きました。今回は初めて土曜実施になり、家族や職場の仲間と連れ立って受ける人の姿が目立ちました。会場では新型コロナ対策としてマスクの着用と手や指の消毒、検温が実施され、一部の会場では受験者の人数を制限しました。試験の結果は今月18日に金沢検定のホームページで発表され、80点以上獲得した人に合格証と認定証、バッジが贈られます。金沢市金岩地区で昨日、5つの旧町名が復活し、住民などが記念式典を開いて、旧町名を地域の発展につなげる決意を新たにしました。旧町名が復活したのは、金岩地区の金岩下寺町、金岩上浜町、金岩浜町、金岩松前町、金岩お船町です。金岩会館で行われた記念式典には、住民などおよそ50人が出席し、金岩町工科町会連合会の鶴山昭一会長が、住民が町について話し合い議論したことが最大の成果であり、その流れを大切にしたいと述べました。式典では、加賀漫才保存会による金岩町づくしや、金岩お船町の子供やっこが披露されました。また式典に先立ち、金岩会館の駐車場では、上浜町の復活を示す標柱の除幕式が行われ、その門出を祝いました。金岩地区では4年がかりで旧町名の復活運動が展開され、来年秋の2つを含め13の旧町名がよみがえる見込みです。こうやってふるさとの勉強するのはいいですね。そうですよね。金岩の旧町名復活、いよいよその点から面へと、広がって勢いがついてきたようですね。はい。歴史ある町だからこそ、旧町名がしっくりくると思います。新旧の住民のこの一体感をですね、高める上でも活かしてほしいですよね。そうですね。ではニュース解説です。来年夏に延期された東京オリンピック・パラリンピックの聖火が7日から10日まで石川県内7カ所で巡回展示されることになりました。来年県内を走る聖火リレーに先駆けての公開ですが、野口さん、地元でオリンピックを実感できる数少ない機会ですから、県民挙げて歓迎したいですね。そうですね。東京オリンピックは新型コロナウイルスの世界的な感染拡大でですね、当初はこの開催にこの悲観的なムードもですね、漂っていたんですけれども、簡素化による経費の節減ですとか、感染防止対策として海外からの入国や観客の入場制限なども検討しながら準備が進んでいますね。ヨーロッパで感染の再拡大が非常に深刻化しているというのが気がかりなんですけれども、IOC のバッハ会長は先の選手団長会議でですね、来年夏に世界がどのような状況であれ、我々は安全な五輪を開催する準備ができているというふうにアピールしていましたですね。そうですね。そうした中で開催を盛り上げる聖火の展示というのは、国民の参加意識を高めるでしょうね。そうですね。今回の地方巡回は五輪開催の機運をこの全国に拡大させる狙いがあって、そのスタート地点に今石川が選ばれたというのは非常にこの誇らしいですよね。はい。県内に夏季五輪の聖火、冬季の場合はですね、長野の前に
この入っているんですけれども、夏季五輪の聖火が入るのは1964年の東京開催の聖火リレー以来56年ぶりということです。この聖火はギリシャで3月に採火して、日本に運ばれた後、復興の日として東北3県を巡回し、9月からは新国立競技場近くにあるミュージアムで公開されましたですね。県内では7日の金沢市の石川総合スポーツセンターから10日の能登里山空港まで4日間で7カ所を巡ることになっているということですね。各会場で地域色豊かな歓迎イベントもあるようですね。そうですね、初日の7日は歓迎式典が行われて、五人上太鼓の演奏で幕を開け、ロンドン五輪の柔道金メダリストの金沢出身の松本香里さんがですね、聖火を持って入場し、谷本知事に手渡すということです。またトランポリン代表の金沢学院大学の森ひかる選手も登場して、インタビューも行われる予定ですね。このほか白山のみ、小松、加賀、野々市の各会場で展示イベントが行われ、最終日には能登空港で子どもたちが太鼓や合唱、お年寄りも民謡を披露して、能登半島地震からの復興を、アピールするそうですね。聖火を間近で見られる絶好のチャンスですから、富山や福井も含めて大勢の人が訪れるでしょうね。そうですね、来年は聖火リレーがあって、石川県内、北陸3県でもですね、地元在住ゆかりのランナーがすべての市と町を駆け抜けるということです。今回の聖火のこの巡回展示はですね、その一つプロローグとしても非常に重要ですね。はい、やっぱり気をつけなければいけないのは、感染防止の環境の下で、会場では密を避けるなどの歓迎マナーの実践ですよね。そうしたことを自覚する上でも、非常に貴重な機会になると思います。聖火の展示をですね、開催に向けて県民が気持ちを高める機会にしたいですよね。そうですね。さて、この方の活躍もオリンピックで見たいですね。全日本トランポリン選手権の女子個人で初優勝した佐竹玲奈選手が今日、河北市長に喜びを伝えました。昨日の全日本選手権でトランポリン日本一になった河北市出身の佐竹選手は、市役所で油野和一郎市長に会い、来年の東京オリンピックの代表入りへ弾みになると結果を報告しました。そしてコーチと二人三脚でやってきたことが出せた、表彰台からの景色が素晴らしかったと笑顔で話しました。花束を手渡した油野市長は、努力の成果がしっかり現れたのだと思う、また素晴らしい結果を出してほしいと激励しました。金沢港の開港50周年を祝うイベントが昨夜行われ、県内のよさこいチームが華やかに舞い踊って節目の日を盛り上げました。この光と踊りのスペシャルソーランナイトは、よさこいソーラン日本会組織委員会が主催し、演舞に先立って谷本正則知事が挨拶しました。イベントは金沢港クルーズターミナル前の広場で行われ、8組のよさこいチームが出演しました。出演した人たちは演舞中に衣装を素早く変えたり、和傘や扇子を取り入れたりして多彩なパフォーマンスで会場を沸かせました。このうちザ・日本海&北国新聞は、百万石の映画を踊りに込めたオリジナル曲、加賀百万石の響き炎の舞を繰り広げました。フィナーレでは出演者が総踊りのソーランブーストと踊れ日本海を盛大に舞い踊り、金沢港の開港50周年を祝いました。金沢港では石川県が色ごとに異なる模様を描く照明など49基を新たに設け、昨夜から一帯のライトアップが充実しました。
華やかですね。そうですね、まあ、クルーズターミナル、まあ、鮮やかなライトアップの中でですね、このイベント広場としての活用も期待されてますね、はい。まあ、潮風を受けながらの、まあ、演舞、まあ、非常に気持ちよく踊れたんじゃないかなと思いますけれども、まあ、来年、まあ、クルーズ船の入港が始まればですね、まあ、出迎えのトップバッターとして出番が増える、そんなことも期待したいですよね。そうですね。金沢刑務所は昨日、地元の町会連合会と初めて合同の防災訓練を行い、避難所を運営するまでの流れを確認しました。金沢市田上高架の町会連合会と金沢刑務所は4年前に防災協定を結んで、非常時に刑務所の武道場を開放できるよう決めました。大地震の発生を想定した昨日の訓練にはおよそ30人が参加し、刑務所の職員が武道場に間仕切りを並べて居住空間を用意し、屋外に避難者を受け付けるテントを建てました。訓練に参加した住民は新型コロナの対策として手や指の消毒と検温を行い、感染が疑われたり体が不自由な人がいたりする場合や停電した時の対応も確認しました。金沢刑務所と地元の町会連合会は今後も訓練を重ねて連携を強めます。金沢市の山あいの三谷地区にある空き家が今月中旬から仕事場を共有し合うスペースに生まれ変わります。この取り組みは地域おこし協力隊としておととしから三谷地区で活動する松田裕樹さん36歳が企画し、里山オフィスと名付けました。里山オフィスは三谷地区の宮野町にある築70年以上の空き家を活用し、インターネットの環境を完備しています。松田さんは去年三谷地区で空き家調査を行った際に、空き家を移住者の住まいだけでなく町に住む人のリモートワークや住民の集まる場に使ってもらうことで地域を元気づけたいと思いました。今月中旬に開設される里山オフィスは個人事業主や会社員などの仕事の共有スペースや住民の交流スペースとして活用してもらう計画です。オープン当初の利用料は無料で、午前10時から午後4時まで開館し、正式な利用料や開館時間は訪れた人から意見を聞いて検討します。街中を生け花で彩る催しが昨日から加賀市山中温泉で始まり、住民や観光客が湯の町に現れた芸術空間を楽しみました。山中温泉商店協同組合が開いた山中花回廊では、草月流の関係者で作る草月会の会員が観光施設や飲食店など16カ所に力作を寄せました。このうち山中座前広場には草月流本部の御手洗直美師範などが菊の一種糸菊をモチーフに竹を使った高さ7メートル幅4メートルほどもある大作を展示しました。このほか石川県と福井県の草月会支部の会員が手がけた松ぼっくりやほおずきなど秋の植物を使った集作も並びました。山中花回廊は今月8日まで開かれています。金沢市の国立工芸館に展示されている12の鷹の制作を監修した高岡市出身の美術商林忠正のひ孫で日本女子大名誉教授の高藤真子さんが先月30日に北国新聞社を訪れ、林の故郷北陸に十二の鷹を里帰りさせられたことに喜びを語りました。金沢市出羽町に移転した国立工芸館で作品を鑑賞した高藤さんは、十二の鷹が北陸に里帰りできたことを喜び、新しい工芸館で曽祖父ゆかりの美術品が日の目を見た、多くの方に往時を感じてもらいたいと語りました。金工作品十二の鷹は国立工芸館の
開館記念展1で紹介されています。12の鷹は林忠政の監修のもとで、明治時代に鈴木長吉が制作し、1893年のシカゴ万博に出品された後、戦後東京国立近代美術館に所蔵されました。